ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はデスラー総統タイガーマスクと対戦かについて触れてまいります。スーパーヒーロータイガーマスクに最強最高のチャレンジャーが現れたという仰天情報が舞い込んできました。そのチャレンジャーというのは宇宙戦艦ヤマトで主人公ヤマトのライバルであるデスラー総統です。宇宙戦艦ヤマトの人気キャラクターデスラー総統を名乗るくらいですから、かなりの実力者と見て間違いはないでしょう。梶原一騎の世界観と松本零士の世界観が真っ向からぶつかり合うのです。秘密のベールに包まれたデスラー総統ですが、今回独自の調査でデスラー総統になるべきレスラーの情報をつかみました。そのレスラーとはズバリユーゴの鷹ミレツーノです。確かにツーノであれば髪の毛を染め青白いメイクを施せばデスラー総統にそっくりです。ツーノであれば実力的に申し分ないだけに、タイガーマスクに雪辱を果たすためデスラー総統に変身したというのも大いに頷けます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はデスラー総統タイガーマスクと対戦かについて触れてまいりました。